はい、どうもバシデですってことでね、今日はねレコーディングをしてきたので、その模様をお届けしようと思います。はい、まあレコーディングといってもラップをねスタジオに取りに行ったんじゃなくて、フィールドレコーディングといってですね、野外に環境音を取りに出かけてまいりました。はい、まあ海とね近くの公園となんですけども、でそのフィールドレコーディングに当たって、使用したアイテムがあるので、それを紹介していこうかなというふうに思います。はい、でまず一つはですね、このズームの F3 というね32ビットフロート録音ができるレコーダーなんです。でこれずっとね僕レコーダー探してて、でしばらく売り切れだったんです。で今もね多分売り切れの状態続いてるのかな。はい、でなかなか入手することがね困難なんだけれども、非常にねこれ注目されてるアイテムで、本当ようやく手に入ったっていうところなんですけど、まあレコーダーはねずっと探してて、で探してる時にちょうどねインターネットでこいつをね、見つけてすげえなと思って買ったんですけど、32ビットフロート録音っていうのは、まず高解像度の24ビットで撮れた音をコンピューターにデータとして取り入れた時に、編集してもその解像度を保ったまんま、編集できるっていうようなイメージですね。はい、でかつ、例えば大きな音だよね、飛行機のエンジン音とかを取っても、音割れしない、クリップしない、で小さな音も、しっかり取れてて、それを編集しても、解像度をねしっかり保ってるというようなことが32ビットフロート録音っていうイメージですね。はい、でまあダイナミックレンジがね、でかい、大きい方にも小さい方にもダイナミックレンジが広いのでそれが実現してるっていうようなことで、で32ビットで録音できてるのかっていうとそうではなくて、24ビットで撮れたものを残りの8ビットを使って、編集した時に高解像度が、そのまま残るっていうようなイメージらしいです。はい、ちょっと詳しくはちょっと間違えたこと言ってるかもしれないけど、詳しくは、また専門家の動画を見てもらえればいいんだけど、ざっくり言うとそんな感じ。32ビットフロートのフロートとは浮動小数点のことで、実質的に極小の音量から莫大な音まで録音可能であることを示すもので、24ビットリニアに8ビットの指数乗数を加えた記録方式です。撮った時にはもうすでに高解像度でここ入るわけよ。で編集した時にもそのままそれを保つよっていうね意味ですよね。でかつこの F3 はですね、簡単にレコーディングすることができて、例えば普通のレコーダーだったら大きな音を取るとき、小さな音を取るときっていうのはマイクのね設定とかをちゃんとそれ用に合わせないと音割れがしてしまいますよね。はい、なのでちょっと面倒だなと、まあ面倒だなっていうか今まではみんなそれをやってきてるんだけど、でもこの32ビットフロートのズームの F3 っていうのはそのね原因の調整が不要ということなんですよね。なので取ったデータをそのままコンピューターに入れて、まあ、例えば DAW とか、あとは動画編集ソフトなんかに入れて編集するだけで OK っていうね、ことなんだよね。で、かつ、その解像度が失われないっていうことなので、非常にね、業界でも、まあ業界っていろんな業界あると思いますけど、映画の業界とか、あとは音声のね、交換を作っている業界などでも、注目されていたり、もちろん音楽業界でもね、室内のライブを撮ったり、まあもちろん野外のライブとかもあるんだろうね。僕はたまたま調べた動画だと室内のライブやってる感じだったけど、そういったところでも、音声収録をして、ね。で、綺麗な音で撮れたものを綺麗なまんま、出力できるよっていうようなことでね、注目されてるアイテムです。Zoom F3、 こんな用途におすすめ。フィールドレコーディング、映画や YouTube の撮影、音楽ライブや楽器練習の録音、動物や昆虫の観察、会議や学級会、録音可能な講習会などなど。はい、でその他いろいろね、これはどうですよとかあですよっていう仕様はねまたおいおいやっていくとして、今日はですね僕が、こう
収録してきたね動画を見ていただこうかなというふうに思います。で今日はですねパナソニックの GH6 とこの F3 のね、聞き比べっていうような動画になります。はい、それではね、早速ですが、海と、近くの公園で撮ってきた音声っていうのをねご覧いただきましょう。それでは行ってみましょう。はい、今聞いてもらったと思うんですけども、ですね、ちょっと風の音がね、かなり入っちゃってて、ちょっと強風気味だったので、ちょっとそこはね、今度、強風じゃない時にまたトライしたいなってとこなんですけど、まあ明らかにね、GH6 と、F3 では音声の違いがね、感じ取れたんじゃないかなというふうに思います。で、C2 にはね、この風防をつけてたんで、まあちょっと、条件的には GH6 が不利になってしまうような条件ではあったんですが、それにしてもね、F3 で撮れた音声っていうのは、クリアにね、撮れているんじゃないかなというふうに思います。波の音なんかもね、こう波が弾けた、シュワシュワシュワって言ったね、泡になってるようなところの音もしっかり撮れてたんで、あ、これすごいなっていうふうにも思いました。はい。で、一つだけ、編集、これね、音声編集はしてるんですけども、プレミアプロの方で音声編集しまして、原因の調整っていうのができて、すべてのね、ピークをノーマライズっていうのをかけて、で、設定で、音声レベル0をね、超えないように、設定してます。それだけはちょっと設定させてもらってます。はい。そういった感じでね、次の、音声比較も聞いてもらいましょう。次はですね、ラーメン店に立ち寄りまして、室内ですね。だから風の音は入ってないんですけど、室内の音声っていうのを、聞いてもらいましょう。ちょっと自分がね、ラーメンすってる音っていうのもね、撮ったんで、そこも、よかったら聞いてみてください。どうぞ。ラーメンいただきます。ラーメンいただきます。はい、いかがだったでしょうか。ズーム F3 の方がね、なんか全体の音がキュッとね、タイトにね、締まってるようなね、音がしたのかなというふうに思います。ではね、続いては国道134号線を、歩いているところの音声と映像をご覧いただきましょう。どうぞ。
はい、こちらもですね、極力ちょっとこの日強風だったので風がね、収まったようなタイミングのところを狙って、撮ったんですが、まあそれでもねやっぱ風は拾っちゃってますけど、まあ、GHX はね風防がついてない分、ちょっと風の音もろ入っちゃってますけど、それにしてもね、あの全体的にズーム F3 ベリンガーの C2 で撮った方はこうやっぱり全体的な音がねこうクリアというかね、なんかシュッとしてるような音声かなというふうに思います。はい、続きましてはですね、近所の公園にこのソニーの ZV-1 といってですね Vlog カムなんですけども、非常にね人気の高いカメラなんですが、音声がね非常によく撮れるってことで、マイクの部分こんな大きくてですね、評判のいいカメラなんですけど、これを使ってね、枯れ草を踏んだ音っていうのと、あとはこの日はねなんかお祭りをやっていて、たまたまね、近所の子供たちが集まって綱引き大会をやってました、そのね音声っていうのが撮れたので、その辺をねご覧いただきましょう。どうぞ。マイクだけねちょっと、人々の方に向けてみましょう。お、なんか今綱引きやってますね。綱引き、いい感じの音が取れたと思います。マイクだけねちょっと、人々の方に向けてみましょう。はい、いかがだったでしょうか。個人的にはねこの枯れ草を踏んだ音っていうのがね非常に気に入ってます。はい、なんか本当にねアクションゲームバイオハザードとかね、そういったあと戦闘系のゲームとかで出てきそうなねこの足音のリアルさっていうのがね取れてたかなというふうに思いますね。これやっちゃうとなんかフィールドレコーディングにハマっちゃうなっていう感じもあるんですけど、非常にねねいい音が取れたかなというふうに思います。なんかこう、ね、ZV-1 もカメラが、ZV-1 もね、音声がいいっていうふうに評判なんですけど、なんか、ポイントでね、なんか、かなりこう、ステレオ感のあるね、リアルな音が取れたんじゃないかなというふうに思います。はい、DAW に来ております。一番上の波形がですね、GH6 で取れた波形。で、2段目、3段目が、ズームの F3 で撮れた音声の波形となってます。これ撮れた波形、何もいじらずに、そのままでね、入れてます。DAW の方にね。こんだけね、まず差があるっていうのが、一目瞭然かなというふうに思います。で、2段目、3段目は、これは LR でね、F3 の、ここで LR、マイク2本で撮ってるので、2つの波形になってますね。はい。で、この波形なんですけど、こんな感じね、もともとこういう風に大きく撮れないのっていうことなんですけど、ズームのね、F3 の設定の方で、最初からこういう大きな波形で、録音することも可能なようです。ただちょっと僕もまだそこまでやってないので、なんとも言い切れないんですけども、最初からこういうようなね、大きな波形で撮ることもできるみたいです。はい。ただ今回はこのようなね、小さな波形になってますので、まあ後でね、このぐらいの原因の調整がね、必要になってくるかなっていうことで、後でね、やってみたいと思います。ではね、まず、GHX で撮れた、ね、音声を聞いてもらいましょう。
ちらが今ね GH6 で撮れた音声となってます。で続きまして F3 で撮れた音声をね、何も調整してないままで、聞いてもらいましょう。おそらくちょっと聞き取りづらい、まあ聞こえなくはないけど車の音とかが聞き取りづらいような、音声波形になってるのかなと思います。それでは行ってみましょう。はい、やはりね、ちょっとあまり聞こえないというかね。なので、DAW の方で原因をね、この波形を大きくしてみたいと思います。こんな感じでグググと、13デシベルぐらいまで上げてみようかな。両方ともね。13デシベルぐらいまで。ちょっとね、目いっぱい上げてもいいんですけど、目いっぱい上げると、ちょっと強風だったためにね、風の音で、DAW 側のね、マスター音が割れてしまう可能性があるので、ちょっと、13デシベルぐらいで、聞き取りやすいぐらいの調整をしますね。じゃあ聞いてみましょう。いかがでしょうか。こんな感じですね。で、このね、このポイント、このポイントでちょっと、波形がね、ちょっとクリップ気味になってるのは、ここ風が、強風がボッとね、吹いたあたりだと思います。はい。ではですね、ちょっと、風が最も少なかったかなと思われる、このあたりですね、ちょっとこのあたりをちょっと切って音声比較っていうのをしてみましょう。はい、今ですね、風がね、風の音が最も少ないんじゃないかと思われる部分を切り取って、で、エイブルトン側でこの原因をね、24デシベルっていうマックスの、原因にしてみました。そして、一度聞いてみましょう。どんな感じか。はい、もう一度聞いてみましょう。はい、こんな感じですね。ではですね、GH6 の方で聞いてみましょう。GH6 で聞くと、今の部分ですね。まあ、GH6 の音もそんな悪くはないんですが、やはりね、ズーム F3 で撮った音の方が、なんとなくね、こう、タイトというか、シックというかね、そんな感じしますね。で、GH6 の方の音もですね、ちょっと原因をね、合わせてみましょうか。大きさをね、大体合わせれば公平なジャッジができるかなと。まあ、なんとなくなんでね、こんな感じかな。じゃあ GH6 から行ってみましょう。はい、もう一度 GH6。 はい、それではですね F3 行ってみましょう。もう一度行きましょう。はい、というわけでね、こんな感じのまあ、音声の聞き比べというのをやってみましたけども、いかがだったでしょうか。はい、全体的にね F3 の方がなんかタイトでシックに聞こえるかなって言ったところをねお届けできたんじゃないかなというふうに思います。それではね、カメラのバッテリーもなくなってきてしまったので、今日はこの辺でお別れしたいと思います。またお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。